んこんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。一人だけど、その、メンバーのもっちゃんです。今日初めて YouTube 撮影に参加いたしました。よろしくお願いします。イエーイ。拍手してくれないんですか？はい、スタッフさんいます。で、今日は3D 人狼札っていう人狼ゲームができるアプリゲームをやっていきたいと思います。6人村で、人狼2の占い1の騎士1の村人2のレギュレーションになります。一応対面人狼ではメディアに出てるので、ボッコボコにしていこうと思います。よろしくお願いします。頑張れ。あ、私のコール&レスポンスをやるのを忘れてました。覚えてぜひ一緒にやってください。いきます。モスラーや。はい、こんな感じでやって言っていただけるとテンション上がりますので、よろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。モスラなんですけど、私モスラが好きで、あ、マッチングしてる、あ、マッチング成功しました。モスラが好きで、モスラ担当っていう位置にいます。ベイビーウルフの中でよろしくお願いします。緊張しますね。ルール説明します。ルールテンプレ、雑談は、ゲームの邪魔にならない程度、チャット交差点なしで、雑使用は2周目から、暴言等はやめてください。それでは始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。何？あなたの役職は人狼です。人狼に行ってしまいました。夜が更けました。どうしよう。人狼に気をつけ、人狼の方あ行ってください。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、なんか、はい、はい、なんか人狼で、あの占い師って嘘ついたらなんか疑われそうだから、私、はい、あの村人陣営の村人って嘘つきます。市民。わかりました。じゃあ私が占い師って言いますね。あれ、これもう喋れてない感じ。これは占い師を語りましょう。じゃあ夜よろしくお願いします。私は占い師でした。3番さんが白です。あとは6番さん、1番さん、2番さん、3番さんの話を聞いて考察伸ばしていけたらいいなって思います。4番さんは一番最初なのにすごい喋ってくれたので、とても印象が良かったです。回します。こんな感じでいいのかな。プレイヤーが発言します。イエーイ。占い師でした。2番さんが白って出ました。1番さんが最高の占い師に出ました。本物の占い師さんですよ、1番さん。よし、投票だ。もちろん今日は最高の1番、本物の占い師の1番に投票したいと思います。頼む、勝ちたい。私が釣られた。投票が終了しました。私が釣られた。よーし、じゃんじゃん行っちゃいます。騎士引きたい。騎士引いて、なんか騎士が出た方がいいのかダメなのか、出ない方がいいのかを自分でちょっと経験してものにしたいです。始まんないよ。4番さん準備お願いします。なんか声がすごい若い。子供かな。子供っぽい。いいなぁ。私も小さい頃から人狼やっとけば、なんかもっとめっちゃ頭のいい大学に入れたりしたのかなあ。始まりました。役職をお選びください。騎士引きたいな。騎士。選択しない場合、
余っている役職がランダムで振り分けられます。あ、でも占い師も楽しそう。あなたの役職は村人。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。役職は村人でした。ママじゃない。はい。何も言うことありませんが、一つ、うん、ちょっと何でもなんか自由にいいんですが、注意だけ言っときます。騎士さんはあまり、なんでダメだっけ。6番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。私の CO ありません。超えるよ黙るってどういう意味。まあ無視していきましょう。5番さんも何もないって言ってたので多分普通に村人かなと思います。騎士のことなんか言いたそうにしてたから次2周目騎士のことをね言わせてあげてもいいんじゃないかなって思います。まあ、騎士のことは、一周目は別に触れなくていいかなって思うんで任せます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。5番さん多分子供だと思うんだけど、5番さんももっといいお姉さんを今演じられた気がする。そんな守ってないな。騎士のことにも触れようとしていたし他にも痛そうにはしていたから次行きたいと思います。声かわいい。2番のプレイヤーが発言します。みんなこの職業は村人でした。だからみんな仲良くしていきましょう。3番のプレイヤーが発言します。聞こえますか。聞こえる。あ、聞こえますか。 OK。 よかった。目標市民なのかなんておかしくないですか。まあこの中にはもう大人は私だけだ。優しく優しい人狼しましょう。うん、うん、人狼も多分あ私も子供みたいになろうか。確か市民できるだからなんかかわいい。まあ、こんな人に絶対人狼いると思います。いや、いるよ。人狼も趣味できるのかな。まあ、それとまあ、占い師もそんなすぐ言わない方がいいんじゃないですか。さあ、占ってさ、人狼でさ、その人が喋って殺すのは5番のプレイヤーが発言します。あ、すいません、ちょっと騎士のことを言おうとしょったんですが、なんか3番にちょっと例超えるよ黙れと言われたのでちょっと黙って、うん、言います、うん、騎士の人はあまり、うん、言わない方がいいと思う、うん、そうだね。なぜなら、なんか占い師がいて、うん、占い師を守ることができる。その通り合ってるよ。もう全部正解。もう人間のは絶対占い師殺そうとしても守られるので、うん、あ、殺そうとしても守られるので、なので騎士の人はもう 村人って言いながらやった方が人狼にも殺されにくいし、うん、占い師を守れるので、うん、だからあんまり言わない方がいいと、うん、私もそう思う。6番のプレイヤーが発言します。そうですね、3番さんの声がちょっと聞こえなかったのがとっても残念だなって思います。聞きたかったですお話で。5番さんの、騎士を出したくないっていうのはそうですね。じゃあ騎士は出さない方向で今回進めていきましょう。で、占い師ですね。あれ誰か使用した。してない、してないよね。したっけ。2番さんがしたんだっけ。ごめんなさい、ちょっと聞こえてなかったかもしれないです。占い師対抗出るならこの週で出てほしいですね。私は変わらず CO ありませんので、
4番さんも、そうだな、ちょっともうちょっと4番さん話を聞いた上で、人狼かどうかを確認して、投票に移りたいなって思います。よろしくお願いします。やべえ、みんなの声に夢中で全然話聞いてなかった。誰が占い師かわからないので、うん、ここ注目していきたいなと思っています。言ってないわ。2番のプレイヤーが発言します。あの僕はあの3番さんが怪しいと思います。だってあの5番さんにあのかわいい頑張れ黙れとか言ってるので、うん、あの最初に殺すと思います。いいよ、やる気大事だよ、やる気。プレイヤーが発言します。そうね、確かにそう思うよね、私もそう思う。これさ、3番さん占い師なんじゃない？で普通に二郎潜伏しようとしてるのかな。4番のプレイヤーが発言します。あんうんって言ってて、あんうんって5番さんの言うとるかわいい咳払い。僕はなんか言うとはまあね、怪しいと思うな。3番さんですかね。やーぜ、誰も釣りたくないわ。みんな可愛い天使だわ。あと言ったことって言えば、どうしよう、もう投票放棄したいんだけど。やーべー、めっちゃ楽しい。どうしよう、どうしよう。みんな、そんな変わんないんだよね、言ってること。5番さんだけ私人間だって信じるわ。ちょっとね、3番さんが接続切れだから、とりあえず私3番さんに入れようかな。あ、嘘。間に合わなかった、投票時間。投票が終了しました。あ、でも3番さんが追放になったので変わんない。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。どうしよう。みんな可愛いな。なんかもう普通にあのみんながどういう子供たちってどういう推理をしていくのかを楽しみたい。夜が更けました。え、人狼に気をつけてください。噛まないでほしい。夜が明けました。え、死ぬ？昨夜は誰も死にませんでした。すごいじゃん、発言ターンに入ります。すごい、子供ながらに騎士がちゃんと騎士として。あ、噛んだ、もう活躍してる。3万さん人狼じゃない。そうだな、6-1? 2が怪しいかな。5番のプレイヤーが発言します。人狼殺されなかった、誰も殺されなかったな。多分騎士さんが守ったのかな。そうだよ、もう全部合ってるよ。的にはそういう感じがします。うん、そうなの。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。騎士のグッジョブ、グッジョブって護衛成功なんですけど、騎士が護衛に成功してるので、犠牲者が出なかったので、騎士は絶対に生きています。で、3番さんが人狼だったかどうかがちょっと発言がなさすぎて分からなかったんですけど、4番さんが、1番と6番、1番と私に対して、ちょっとヘイトっていうか疑いの目を向けてきたので、逆にちょっと4番を私は疑っちゃうかな。でもみんなで平和に生き残れるのが一番いいよね。1番のプレイヤーが発言します。やべ、舐め腐ってるって思われるかな。言っていて、私市民ですが疑われるのはちょっとおかしいなとは思ったので。そうだね、私もそう思う。4番さん疑いたいんですけれど、2番さんの発言もちょっとおかしいなとは思ったので、4番さんと2番さん、私はちょっと疑いたいなと思っています。2番のプレイヤーが発言します。子供たちがここにいますよ、皆さん。あの2番さん、あの6と1を疑う理由は何なんですか？え、全部あの議論時間、あの2日目から議論時間が1周しかないんですよ。1周しか回れないから質問するとあ
あ、ちょっとごめん、4番に入れるんだけど、一周しかないから、でも一回で全部言わないと。かわいい、ね、ずっとここにいたい、私。はぁ、4番。投票が終了しました。これで違って、追放されるプレイヤーは、人狼が読む終了。人狼2人とも生存だったみたいですね。誰だろう、誰だろう、誰だろう。タップして進む。2番と5番、え、5番の子人狼だったんだって一番なんかちゃんと言ってたと思ったのに。ほんまかよ。みんな上手だね。もう本当に私ずっとここにいたいよ。ありがとうね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。え、みんなバイバイって言ってくれた。かわいい。かわいいよね。ずっとここにいたい私。で、ここでもう一回やっていいかな。あ、もう一回やっていいかな私。いや、でも子供たちでやってるからちょっと退出しよう。いや、ここにいたい、ここにいたい。あ、ここにいたい。ずっと私ここにいたい。平和。誰も悔しくない、負けても悔しくない。皆さん今日はとりあえずこの辺で終わろうと思います。やばい、子供村やばい。ずっと子供村で私は人狼して生きていきたい。てかもう負けてもいい、でも負けたい、もう誰も釣りたくない。でもめっちゃ良かった、かわいい。子供村多分お昼ぐらいの時間なら皆さんも巡り合えると思うんで。人狼、今日やったのは、3D 人狼札っていうアプリゲームですね。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、さよなら。